この本、任務で立ち寄った古い屋敷の奥に放置されていたの。貴重な本よ。手に入って幸運だったわ。古い本棚の言論統制によって閲覧禁止にされたのよ。持っているだけで大罪ね。もう気になることはやっぱりそこなの。廃屋の地下だったから湿気がすごかったのよ。そうよね。私たちはお尋ね者だもの。禁書だからって気にはしないわ。挿絵もないし、文字は小さいわ。普段あなたが避けるような本よ。